臨時国会が今日召集され、先月の参院選で当選した新人議員らが登院しました。静岡選挙区で当選した議員2人も姿を見せ、国政への意気込みを語りました。開門。午前8時です。今、国会の正門が開きました。今日から始まった臨時国会。開門の午前8時、国会の正門に姿を見せたのは、初当選を果たした自民党の若林洋平さんです。改めて正面玄関から入らせていただいて、これから先、しっかりと重責を担ってやっていくんだなという、新たな本当に気持ちで、いっぱいです。大量の汗を流しながらネクタイを締めて初登院した若林さんは、安全保障に力を注ぐと話しました。まずやっぱり国防、これ防衛であり、エネルギーの問題であり、また憲法も含めて、で当然のことながら食料の問題であると、他の議員の先生方とともにしっかりと自民党としての道を歩んでいきたいなというふうに思っています。2期目に臨む無所属の平山幸子さん、初当選の時の緊張した表情とは違い、堂々たる風格です。気持ち新たにですね、しっかり国民目線で困っている人のために全力を尽くすということを、また改めてここからスタートして頑張っていきたいと思います。子育て政策のほか、喫緊の課題としてコロナ対策を挙げました。2年以上続くコロナ禍ということで、もう本当に地域経済も疲弊をして、それから今感染も急拡大をしているという状況が続いていますので、何よりも皆さんの現場目線で活動をしていく、動いていくということが必要だと思ってます。2人の任期は6年間。新型コロナや経済の立て直し、旧統一教会と政治家の関わりなど課題が山積する中で、国会で存在感を示すことが期待されます。